はい、田村です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、令和5年度の岩手カメノーの新米予約販売についてです。4月の8日土曜日の9時から今年の新米の予約受付開始しております。3年前ですかね、 EC サイトを立ち上げまして、そこから新米の予約スタートさせていただいております。ありがたいことにですね、初年度から購入されている方、今年もねリピート購入いただきまして本当にありがとうございます。新規の方もご予約いただいております。誠にありがとうございます。アイテムとしましては、白米と玄米、1キロ、5キロ、10キロ、20キロというサイズ感でご用意しております。1キロ、5キロというよりも10キロ、20キロというアイテムが先行して完売という形になっております。本当にありがとうございます。去年のね、5キロからスタートされた方も、今年は20キロオーダーいただいたりとかしておりますので、岩手カメの方がね、しっかり育ってくれたおかげだと思ってます。作物にもね、感謝してます。カメの方もね、12年やってますと、やっぱり難しいなという、栽培が難しくなってきてますので、気候も、暑くなってきてますし、苗を作るところもね、5月の暑い時期にあたって、苗が伸びる心配があるので、そういうところも非常に注意しながら、お米作り、しております。ただね、やっぱり秋口になりまして、実りを迎えますと、今までやってきた苦労がね、すごく報われるような気持ちにもなり、新米ご予約いただいた方々のお言葉ですとかメッセージですとか、あとは直接ね、お出しする人の、お顔が浮かんだりとかしております。はい、ということで今年はですね、各種梱包資材ですとか、あとは燃料費、秋口にまた送料が上がりますので、現在の価格で予約は販売しておりますが、9月の下旬以降は送料が上がったりですとか、梱包資材上がりますので、今の価格よりも2、300円価格が上がりそうな見込みとなってます。もし新米ご予約考えていらっしゃる方は、ぜひね、オンラインの方をご覧いただけたらなと。いうふうに思ってます。8日から販売スタートしましても、昨年度の予約数にはもう達しておるんですが、契約がなくなってしまったりとかもしてるところもありますので、その分を EC サイトの方で予約販売という形で、今年は量多めでやってますけども、まあ全体的には同じ面積で、カメノーなので、まだまだ私の技術が追いついてないからなんですが、少量生産という形で、やっております。5月の31日終日まで予約しております。ぜひね、予約していただいて、5ヶ月ですかね、お待ちいただくんですが、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。日々のお米の作業も YouTube ですとか、Instagram ですとか、アップいたしますので、ぜひそちらの方もご覧いただけたらなと思います。はい。というわけで、今日は、新米ご予約のお知らせでした。はい。以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。